オールバニの位置オールバニは、オーストラリア、西オーストラリア州の南部に位置し、グレートサザン地域に属する港湾都市である。州都パースから南東に約4 0 0トルの距離にある。人口は約3.4万人で、州第5位。市中心部は、キングジョージ湾の一部である、プリンセスロイヤルハーバーの北岸にあたる。オールバニの歴史は、1827年に、 イギリス軍によって建設された駐屯地に始まる。パースの建設よりも2年ほど先んじており、西オーストラリア州における最古のヨーロッパ人入植地である。当初はフレデリクスタウンと名付けられた。1831年にスワンガー入植地の一部に編入され、翌年ジェームズ・スターリングによってアルバニーと解消された。 19世紀後半から20世紀初頭にかけて、オールワニは西オーストラリア第一の港を有し、イギリスとの航路の寄港地として、並びにカルグーリーなど当時ゴールドラッシュに湧いていた東方の近郊脈への玄関口として賑わった。しかしフリーマントルにおける港湾の建設、拡張により、その重要性は薄れていった。以降アルバニーの主産業は農業と林業へと移り変わり、 さらに後年には捕鯨が加わった。今日においては、よく保護された歴史的遺産と美しい自然環境が多くの観光客を引きつけ、また周辺の観光地をめぐる際の拠点としても大きな地位を占める。さらに第一次世界大戦に参戦する兵士たちがヨーロッパへ向けて出港した地としても知られる。ミドルトンビーチ市街中心部はメルビル・ヤマト・クラレンス。 山の間の丘陵部にあり、プリンセスロイヤルハーバーを見下ろしている。オールバニの周辺には無数の綺麗なビーチがあり、中心部に最も近いミドルトンビーチをはじめフレンチマンズウェイやマトンバード島などが人気である。ただし、岩場などで波にさらわれる人が多いことでも知られており、巨大派もしくは類似の現象との関連が考えられている。パーストはオールバニハイウェイ及び、 国道1号線で結ばれている。前車は両都市間を直結しており、後車は遠回りではあるものの観光スポットを多く経由する。トランスワの長距離バスが運行しており、オールバニーハイウェイ経由で所要6時間、国道1号線経由便では9時間かかる。アルバニーは地中海性気候に含まれる。冬の雨はこの気候区分に特徴的なものであるが、 オールバニでは3日に2日が雨天ということが例年の常である。降水量の最も多い月は7月であり、年平均降水量は140ミリメートルを超える。対して夏は4日に1日しか雨が降らず、2月の年平均降水量はわずか23ミリメートルである。2008年11月20日にグレートサザン地域を襲った暴風雨は、 オールバニにも大きな被害を与えた。1日の降水量は1877年以来の最高記録となる113.8ミ、mm、リメートルにも達し、市街は洪水に見舞われた。ヨーロッパ人の入植より前、オールバニの周辺地域は、アボリジニのヌンガー部族が夏季に狩猟採集活動を行う土地であった。彼らはこの土地を、 雨の場所という意味のキンジャーリーンと呼んでいた。1626年、オランダ人探検家、フランソワティッセンはインドネシアへ向かう途中に進路を南に大きく逸れてしまい、その結果この周辺をはじめとしたオーストラリア大陸南岸を初めて訪れたヨーロッパ人となった。彼のような初期のヨーロッパ人探検家は、罠を使って漁をした形跡や朽ち果てた建物が並ぶ。 小さな集落の跡地などをカルガン川周辺やエミューポイントなどで発見していた。プリンセスロイヤルハーバーの入り口を見下ろす位置に残る東大跡1791年イギリス人探検家ジョージ・バンクーバーが後にキング・ジョージ湾と名付けられる入り江を含めたオーストラリア南岸を探検した。彼は9月26日にオールバニの近くで停泊し、この地について イギリスの領有を宣言した。彼は、現地のアボリジニに対し、友好的に接するように努め、良好な関係を築いた。1792年、フランス人工会社、ブリニー・ダントルカス島は、ルシェルシュトレスペランスの2隻の船を引いて、ルーウィン・岬から投進し、オーストラリア南岸の海域に入った。彼の艦隊は悪天候に遭い、オールバニの西の島陰で病白した。 1801年、オーストラリア大陸一周を試みていた、イギリス人公会社、マシュー・フリンダースが、キング・ジョージ・ワンに入り、そこまでの航海をもとに海図を制作するため1、ヶ月ほど滞在した。これらの探検航海により、キング・ジョージ・ワンの周辺は、入植に適した土地であると徐々に知られるようになっていった。1826年、この地域への進出を目論んでいた。 フランスの帰戦を制するために、イギリス軍人、エドモンド・ロッキャーがシドニーより派遣された。同年末に、軍艦アミッティに乗船した彼の部隊が、当地に上陸し、駐留を開始した。ロッキャーはさらわれて、制奴隷とされていたアボリジニの女性たちを、沖合の島より助け出し、グレート・オーストラリア湾でオットセイガリに従事していた二人の、漁師を犯人として捕らえ、裁判にかけるために、 東の既存入植地へと相関した。ヌーンガヤ部族の人々はこの行為を褒めたたえ、以前より結ばれていた先住民とヨーロッパ人探検家との友好関係はより一層確かなものとなった。当初は陸軍の最高司令官であったフレデリック・オーガスタスの名前を廃止、フレデリックスタウンと呼ばれていたが、1832年、初頭ニューサウスウェールズ州から分離し順州へと、 昇格していたスワン川入植地の初代総督、ジェームズ・スターリングにより、アルバニーと解消された。フレデリック・オーガスタスがヨーク・オールバニ公であったことにちなむ。なお、フレデリック・オーガスタスの父ジョージ3世は、キング・ジョージ1にその名を残している。1841年に、エドワード・ジョギアが初めての陸路による西オーストラリア到達業を行った際、アルバニーが、 最終目的地となった。19世紀末にオーストラリア連邦国家の建設が議論された際には、パースやフリーマントルと違い連邦樹立に賛成の立場を取った。オールバニの中心であるプリンセスロイヤルハーバーの港はメルボルン以西のオーストラリア南岸並びに西オーストラリアにおける最大の天然港であり、フリーマントル港が拡張されるまでは、 西オーストラリア随一の推進を誇る港でもあった。そのため、長年にわたり、イギリスから西オーストラリアへと向かう外洋船舶の最重要機構地としてパースを上回る地位にあった。しかし1897年にアイルランド人ギッシュチャールズ・オコーナーがダイナマイトを使用してフリーマントル港の改良事業を行い、西オーストラリア州の玄関口としての栄誉を オールバニーより奪った。しかし以降も、新鮮な空気、清らかなビーチ、そして美しいインド洋の風景で、西オーストラリア州の南西地域の代表的都市として繁栄を続けている。第一次大戦に参戦するためヨーロッパへ向かう。アンザックは1914年10月1日にアルバニーに集結し、11月1日に出港した。現在、 オールバニ中心部にほど近いクラレンス山の山頂部が記念公園となっており記念碑が立っている。石踏みは負傷した軍馬にまたがるニュージーランド軍兵士を別の軍馬にまたがったオーストラリア軍兵士が抱え上げようとしている大きな銅像であり、その台座にはレスト・ウィー・ホー・ゲットと刻まれている。毎年記念式典が行われ数千人が参列する。 また、アンザックにとっての最初の戦いである、ガリポリの戦いにおいて敵将であったケマルアタチュルクを、たたえ、プリンセスロイヤルハーバーの入り口は、アタチュルク海峡と名付けられている。ザギャップ風力発電基地オールバニの主産業として、観光業、漁業、農業が挙げられる。1950年代までは、捕鯨産業が産出学的にも、雇用的にも主要な地位にあった。 オールバニの捕鯨基地は南半球で最後に残された捕鯨拠点であったが1979年に創業を終え、現在は捕鯨船、チェインズと共に捕鯨博物館となっている。博物館、刑務所跡、プリンセスロイヤル要塞跡、西オーストラリア最古の家屋であるパトリック・テイラー・コテージなど多数の歴史的建造物が存在し、 西オーストラリア州での歴史におけるオールバニの重要性を探る絶好の場となっている。ナチュラルブリッジとザ・ギャップに代表される、春限にして美しい自然景観も数多く、純白の砂が広がるビーチとともに観光客を集めている。2001年にキング・ジョージ湾に鎮設された駆逐カンパースはダイビングスポットとなっている。 パースから 1000km にわたって続くウォーキングコースビバルマントラックの終点としても知られる。郊外に風力発電基地があり、12機の風車を有し、オーストラリア最大の規模を誇る。南からの強い風を受けて風力タービンを回し、最大でオールバニの電力需要の75%までを供給できる。ありがとうございます。